ニュースポストセブンです。3月末でテレビ東京を退社することを発表した福田のり子アナ、もやもやサマーズ2にサプライズゲストとして登場し、退社後のキャリアについて言及しました。丸の内 OL になりますと明かした福田アナ、サマーズの三村雅一さんからフリーのアナウンサーになるんでしょと問われると、フリーのアナウンサーの業務も受けるんですけれども、基本的には転職をして広報をやりますと答えました。転職先は病院や歯科医院などの窓口決済を電子化するなど DX 化を進める医療系ベンチャー企業で丸の内に勤務するそうです。